はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、日本酒ワンカップ大関のなんと大吟醸プレミアム、超特選ですね、ワンカップ大関の超特選という、ね、名前の、ここにね書いてあるんですけど、まあ、大吟醸ということで、ね、こちら買ってきました。値段がいくらだったっけな。まあ300円ぐらいはするんじゃないの。普通200円ぐらいだからね。あれ？いや、400円ぐらいするか。原材料名が、米かっこ国産と米麹かっこ国産米と醸造アルコール。で、精米部合が 50%。まあ、つまり、米の 50% を、まあ、削ってるってわけですね。アルコール度数が15度以上、16度未満。となってまして、ここに、裏側にね、いろいろ書いてあります。超特選ワンカップ大吟醸。丹波麹で、伝承の技のもと、厳選された、酒米を 50% まで磨き、低温で約1ヶ月間、ゆっくりと発酵させて作りました。創業当時から脈々と受け継がれてきた、酒造りの技と心の一品です。フルーティーな、吟醸香と、淡麗辛口の、品格ある味わいをご堪能ください。飲み頃温度が、おすすめの温度は10度から15度ぐらいです。ああ、まあ、ちょっと冷やぐらいかな。うん。ですね。いただきます。乾杯。あ、美味しい。あ、これ美味しい。あ、これ美味しいわ。ワンカップ大関。あ、これ美味しい。あ、さすが大吟醸。これうまい。これはうまいぞ。甘みが、そんなないですね。結構、辛口で、ああ、これは美味しい。あ、これ美味しいぞ。ワンカップ大吟醸が、穏やかとコクの中間ぐらいですかね。で、結構、ちょっとわかんない。やや辛口で淡麗となってまして、日本酒度がプラス4。ああ、なるほどね。で、酸度が 1.3。精米部合が 50%。うん。あ、これはうまい。これはうまいぞ。やばい。完全に舐め腐ってた。これのね、ちっちゃいバージョン。100cc のやつもあるみたいです。はい。で、値段は今ちょっとググります。と。300円。値段が書いてない。多分300円ぐらいで買える。いやー、買えねえか。1本あたり、まあ300円ですね。あ、まあ300円でしょ。だいたい。おそらく。
おそらく300円だと思われる。もうちょっと高いかもね。あれ ?234 円だって。あら、声優だと234円ぐらいで買える。な、バカな。むちゃくちゃ安いぞ、これ。どうなってんだ。ケースで買うよか安いね。ケースで買うよか。だってケースで買って8229円だもんね。30本ケースで買って8229円ってことは、まあ300円はするとは思いますね。だいたい。うん。これは結構辛口。あ、うん。で、美味しいです。うん。癖がなくて、やっぱり、なんていうかな。甘さもそんなないんですよね。うん。甘さもなくて、飲みやすくて、なおかつ、その、癖もない。えぐみみたいなのもない。うん。これ美味しいな。ああ、これは美味しい。うん。まあでも、所詮はワンカップ大関ってところでしょうか。大吟醸って言っても結局、まあ、精米部合 50% とかだもんね。ガチの、いわゆる、ブランド、なんだっけ、獺祭とかだとさ、30% があるでしょ。30% とかあるからね。見た感じ、やっぱり、一番いいのでも、おそらく、精米は 40% ぐらい、ぽいですね。ん?違う。精米は 35% のやつある。これ多分一番高い。超特選の大吟醸長寿ってやつ。値段が、1万円 ?1.8 リットルで1万円。高え!精米部合、粉米菌 35% もあるやつあるじゃん。マジかよ。粉米菌にワンカップ大関ごときが。まあ、ワンカップではないみたいですね。1.8 リットルと4合瓶のやつしかないっぽいですけど。へぇー。4合瓶でも値段5000円もするもんね。ふーん。なるほどね。うん。これは確かに、うまい。ああ。で、アルコール度数じゃなくて、日本酒度もプラス4と結構高めなんで、美味しいですね。うん。うん。普通に美味しい。ワンカップ酒で一番辛口なんじゃ、このワンカップ大関大吟醸。が、どうだろう、わかんない。ああ、でもそうでもないのか。ワンカップの淡麗辛口っていうやつがあるみたいですね、名前がね。それの方が、これが日本酒度プラス5ですから、割と、これより高いみたいですね。うん。ああ。
今度この、ワンカップ淡麗辛口ってやつ売ってたら買ってみようかな。これ多分、あんま見かけないですね。うん。見かけない。で、多分一番なんか安いんじゃん、これ。値段的に。なぜか知らないけど、一番安いっぽいな、これが。ワンカップ淡麗辛口っていう、辛口ってやつが、なぜか 200ml の瓶カップで157円って、一番安いみたいですね、なぜか。あの、普通の一般的な、あの、ワンカップってやつより安いみたいです。これよくわからないですね。価格設定がよくわからないんだけど。普通さ、河川のさ、ワンカップっていうさ、すっげえさ、スタンダードなやつが一番安い。と見せかけて、実はこっちの方が、あの、希望商売価格が一番安いですね。はぁ、まあ、容量的に考えるとね。容量的に多分一番安いのはワンカップジャンボっていう、300cc のやつなんで。でしょうけど。でも、300cc で220円だもんね。まあ、ワンカップジャンボが一番安いっちゃ安い。うん。だけどさ、300cc も飲めないじゃん。普通 180cc とか、これぐらいがちょうどいい。200cc とか、そんぐらいがちょうどいいでしょ。うん。この淡麗辛口ってやつは、200cc で157円だ。安いね、確かに。で、それよかちょっと気にはなるのが、あの、河川ワンカップってのと、乗船ワンカップっていうのがあるんだけど、ほとんど見た目が変わらないの、これ何なの？ほとんど見た目が変わらないんですよ。そのくせ、値段が、あの、違うんですよね。値段がこう違う。あ、もうなんだ。値段が違うっていう。30円ぐらい違うっていう。で、俺が前うめえっつったのは、あの、乗船の方なんですけど、ほとんど、河川のやつ逆に売ってない？ではないかと。うん。この金管ワンカップ、乗船のワンカップの俺がうめえっつったやつね。これの時点でうめえっつったやつな。これが多分一番今のところワンカップ大関で一番うまいかもわからん。うん。けど、この前俺がうめえっつったやつが2011年から17年のモンドセレクション 7連続金賞受賞って書いてあるんですよ。で、まあ、金賞受賞なのはどうでもいいんだけど、で、もう一つの河川ワンカップっていう、お手頃ワンカップっていうやつが、何にも書いてないのよね。もう、うん。何にも書いてないのよ。で、この乗船の方は、7年モンドセレクションって書いてあって、7年受賞って書いてあって、他にもなんか、なんかあれだな。こっちの方がちょっと豪勢ですね。でも一応、見たところによると、この、俺が飲んでうめえって言ったのが、これすっきりと飲み飽きしない、バランスの良い味わいのカップ酒、大関を代表とする、50年以上愛され続けてロングセラー商品ですってなってます。こっちがロングセラーっぽいですね。で、さらにその安い方のワンカップってやつは、
すっきりと飲み飽きしないバランスの良い味わいのカップ酒をリーズナブルな価格でご用意していたしましたって書いてある。リーズナブルな価格で用意しましたって。それ何なんだよ、それって。もうなんか、安くしましたみたいな。安いですみたいなこと言うてんだけど、実際は安くなくて、さっき言うとワンカップ淡麗辛口の方が安いっていうね。明らかに安いっていうのが。これどうなってるんだって。明らかに安いんだよな。なるほど。あ、でもアルコール度数がやっぱちょっと淡麗辛口の方は、アルコール度数 13% だもんね。一般的なワンカップは 15% とかだけど。ああ、そういう意味であれなのか。安いのか。アルコール度数を 2% 落としたことによって、淡麗辛口の方が安いっていう。そういう魂胆か。はっはーん。ちょっとこれ冷やして飲んでみようか。これ冷やした方が美味しいっていうことなんで。まあせっかくのワンカップも多分二度と、おそらくもう買わない、と思われますね。大吟醸。おそらくもう二度と買わないんで。あ、入らねえ。しくった。はい。しくった入らねえ。でも値段からしたらそんなに大吟醸ってほど、そんなに変わるか、違うかって言われると、大して変わんない気もするけどね。まあ飲み比べれば全然違うのかもしんないけど。大吟醸っていう感じはしないよね。味としてね。どこが大吟醸かって言われると、さあって感じだよね。さあ、全然わからへん。いう感じはします。だから、そこも全然、やっぱり違うんだろうね。こう、ワンカップで飲む、所詮大吟醸って、ワンカップだから。所詮ね、ワンカップで大吟醸とか言われてもね、全然その、あれだよね。来ないよね。ああ、でも確かにまろやかな気はするわ。結構酒に丸みがある気がするけどね。うん。丸みがあり、なおかつ、こう、辛口みたいな。うん。まあでもやっぱり、一番美味しいのはやっぱり、あれかもしんないよ。ね、50年以上愛されてる、この金柑、乗船ワンカップってやつが一番、ベストかもしれんね。まあでもどうだろうな。でも、あれか、やっぱ、ちょっと高くてもこの大吟醸買った方がいいかもわからん。300円出すのと、あっちで200円出すと100円違うからな。100円違って、あれで、難しいとこだね。100円も違うからな。どう捉えるかによる。100円の差を惜しんで、ワンカップ乗船を買うか。100円出して大吟醸を買うかっていう。
それのあれがある。あ、でも、ワンカップ大関の一番高い、ワンカップ大関じゃねえ、大関で一番高い、さっき言った大吟醸長寿ってやつは、酒米の最高峰と言われる山田錦の中でも最高品質とされる兵庫県産の特 A 地区産物のものを 100% 使用って書いてある。はぁ、あ。ああ、やっぱ酒米と、やっぱ、あれは違うんだろうね。だから酒に適した米っていうのと、実際に食べる米っていうのとでは、全く別みたいですよね、結局ね。うまさがね。だからやっぱり、山田錦っていうのはかなりその酒米としてはかなり優秀っていうことでしょうね。だから、あながち1万円するっていうのはまあ、うん。いや、意外と、あれかもわからん。うん。意外と1万円して出す価値は、ただ、ブランドが大関っていうので、まあでもブランドって、所詮ブランドだからな。所詮ブランドに踊らされてるバカがいるから、ブランドっていうのは成り立つんであって。だから俺だって、前飲んだ、なんつったっけ。獺祭？あれはぼったくりだと思うよ。うん。いや、ぼったくりってほどでもないけど、まあ、まあ、ある種ぼったくりだよね。うん。まあ、あれで2000円は、720cc で2500円ぐらいだったっけ？ 2500 円ぐらいしたけど。まあ、でも、2500円ぐらいだったらまだ飲む価値あるんですけどね。うん。まあ何でもそうですよ。結局、自分の舌に、大吟醸とか言われてもさ、超特選とか言われてもさ、ぶっちゃけて言われると全然わからへん。パターンあるから。うん。まあ。だからこれがコシヒカリで作ったのか、これが山田錦で作ったのか、で、なおかつ山田錦の中の特 A 地区で作ったのかって、三段階に分けられたとして、多分特 A 地区のやつを確実に見分けられるっていう、味覚は俺持ち合わせてないんで、所詮その程度ってことですね。だから、俺は多分普通に、1.8 リットルで2000円ぐらいの、お酒が一番、普通酒とかの。俺はもう、それが一番いいわ。1.8 リッターで、一升瓶で2000円未満ぐらいのが、一番ちょうどいいわ。マジで。ほんまに。コクはまあ普通。甘みはそんなにないですね。そんなにないんで。香りはまあ。まあこれはでも、美味しいは美味しいですけど、まあ一回ぐらい買ってもいいんじゃないっていうぐらいですね。うん。まあ一回ぐらい買ってもいい。わからんな。まあ、300円ぐらいだから。
ね。そこそこ美味しいんじゃないですか。3、2、3、4です。ごしゃれでした。